貫き通すは我が信念。影勝様と兼続殿の許可もいただいた。急ぎ上田に戻り父上たちに加勢する。はい。ちょっと返事くらいちゃんとする。了解です雪村様。あと少し間に合うと良いのだが。もう始まっちゃってんじゃないの。ひょっとしたら蹴りついてるかも。適当なこと言うな。雪村様絶対大丈夫ですよ。雪村。兄上、影勝様のお許しを得てただいま戻りました。私も共に戦います。そうか、
それは心強い。雪村、戻ったのか。はい、父上。お許しもなく勝手な真似を。影勝公も人が良い。人質が戻ればこれ幸いと、わしが再び徳川に寝返るやもしれんの。父上。ざれ言よ。今さら家康がわしを許すはずがないし、わしも家康の下につくつもりはない。だがよく戻ってくれた。頼みとしている。父上。はい。忍びが増えているようだな。そうでした。父上、兄上、この者はサスケと申します。以前お話しした安土で助けてくれたものです。ほう。雪村が世話になったのだな、レオリュ。はあ。私を頼ってきてくれましたので、仕官を許したく思います。よろしいですか、父上。好きにせよ。ありがとうございます。さあ、そなたからもご挨拶せよ。どうも、世話になります。ちょっと、あんた。雪村、早速だが任せたい務めがある。国衆の室賀のことだが。はっ。真田正幸。まあ、殺すのはいつでもできるか。雪村様、お役目ですかな。雪、どなたかお助けを。忙しい忙しい。忙しい忙しい。はい。なんだ。よい。おや、雪村様。雪村様。これは雪村様。あ、困ったな。はい。これは雪村様。
りを続けます。それはいい。ムロが一人撃てばいいってのに、なんで律儀に討伐軍出すとか考えてんだよ。効率が悪いったらないでしょう。何のために忍びを手下にしてるんだ。そこが雪村様のいいところじゃん。でもまあ、面倒のもとは消しちゃおうってのには賛成かな。Come on.
はあ、なんかあっさりだな。もうちょい骨があるかと思ったんだけど、まあいいか。さっさと雪村様に報告しようっと。律儀なのはあんたも一緒なんじゃないの。雪村様には黙っとくのがいいと思うけどね。いいけど。